ナミさん動画ありがとうございます。豚骨ラーメン絶望かっていうんでどうしたのかなと思ったんですけども、あ、そういうことだったんですね。まあ、確かに物価っていうのは上がり続けてるんですけども、私たちはその物価が上がってることに気づきにくいのかなと思います。というのが、物価が上がると結局安いものを求めて価格から見て製品っていう感じなのかなと思うからなんですよね。だって今スーパーに行ってもね、キャベツが198円のと128円のが並べて売ってあるわけですよ。で、こっちが例えばなんとかさん、こっちがなんとかさんっていうのはね、産地によって値段が変わったりしてるわけなんですよね。だから選びやすくなったのはなったんですけども、その代わりもう価格ありきで商品を買う人っていうのは、まあ、どんどん誘導され続けるのかなと思いますし、あのお寿司屋さんに行ってもね、あの回転寿司で代替魚っていうのがあるんですよね。トロって書いてあってもマグロのトロではなくって赤い魚のトロというね、うん、まあ、そういったものもありますし、あの、まあ、縁側って言ってもね、ヒラメの縁側ではなくてカレイの縁側だったりするわけですよ。で、そう考えると私たちは価格ありきで代用品で、まあ、美味しいな楽しいなっていう風になってしまってる部分もあって、それはある意味仕方がないことなんですけども、うん、でもいつの間にかね、本物の味が分かんなくなってくるとか、本物の商品が分かんなくなってくる、全部レプリカで OK みたいなことになっちゃうのかもしれないですね。まあだからね、どうなんでしょうね。あ、そうそう、キャベツといえばね、キャベツが値段が上がった時って必ず消費者を直撃とか書いてますよね。でも私ね、失礼ながら考えると、キャベツの値段がいくら上がったって一玉500円とかにはならないと思うんですよ。仮に一玉500円になってもそんな高いかなと思っちゃうんですよね。私はね、食べ物にもっともっとお金をかけていこうかと思ったら、キャベツに500円とかね、じゃがいもに1000円とかかけても家計が破綻するのかなと思ったら、そんなにね、切羽詰まったもんではないかなって気がするんですよ。もちろん、1円10円敏感にって方もいらっしゃいますんで、そういう方の気持ちまで踏みにじるつもりはありませんけども、私は食品にはお金をかけたいと思ってますし、あと家族も食べますしね。あの、要するに食品って生命を形作ってるんで、安上がりにしちゃいけないかなと思うんですよ。それこそ食べるものにはいくらお金をかけても自分の人生や体や健康にお金をかけてると思ったら、まあ、こういう考え方もあるんですよ。病気になって病院や医者、お薬にお金をかけるのか、それとも病気にならないように普段の暮らしにお金をかけるのか、同じですよってことなんですよね。私はどっちかっていうと後者の方で、ライフスタイルとか食べるもの飲むもの、そういったものにストレス解消とかにね、ストレスはあんまないんですけども、ストレスを感じないような暮らしとか生活負荷っていうのにお金をしっかりとかけたい方なんですよね。まあ、ですんで、体を鍛えるのもお金をかけてパーソナルトレーナーをやっておった方がいいなっていう風な結論になりますんで、そうなっちゃいますし、まあ、自然とお金はかかってくるんですよ。でもお金はかかるんですけども、自分のね、こと自分のことにお金をかけるんで惜しいなんて思わないですし、自分の家族にお金をかけるんで惜しいなんて全然思わないかなというところで、例えばね、豚骨ラーメンが1杯3000円になっても私は食べ続けるということでございますね。これは必ずしも贅沢をしたいってわけじゃなくって、私は人生の中で本物で埋め尽くしたいんですよ。で、偽物を食べたり飲んだりしてると偽物の人生になっちゃいますし、細木家族さんが言われてました。ブランド物でもコピー品があると。で、そういった偽物を身につけてる方どう思いますかって質問に対して、こうやってね、偽物を身につけると偽物の人間になるよっていうふうな一言があったんですよ。まあそうだなと思いました。その時まで私はブランド物なんてコピー品で十分だと思ってましたけども、コピー品は全部ねやめて、現在は、まあ、持ってないですけど、あんまりね、あの、本物を持とうかなと思いますね。ノーブランドでも本物。例えばこれとかね。どっか南の島で買ったんですけども、本物です。200円でした。安くても本物なら OK と。高くても本物だったら OK。ありがたく頂戴しようかなっていうところでございます。長い動画になってすみません。まあ、ついついね、プライベートなこと話しちゃいました。ナミさん、肌が綺麗になりました。美容 S ってすごいですね。なんか若返ったと小野田さんも言ってましたけども、これからもね、若々しくいたいなと思います。いってらっしゃい。